あとはパスワードで見れるのをちょっとなんか気になるのがあったんで入れていきますね。S I J N OK。陽子の日記。5月1日。今日先生は朝から出かけている。依頼を受けていた件がこれでようやく決着するはずだ。初めは迷子の子犬を探すという簡単な調査だったのだが、いつの間にか偽装殺人という深刻な事件に発展していた。どうしていつも大変なことになるのかしら。何度考えても不思議で仕方がない。そして毎度どうにか無事に済むことも不思議で仕方がない。もしかして今までは幸運が続いていただけかも。そんな考えもあって私は今日嫌な胸騒ぎがして落ち着かないのだ。どうか何事もなく事件が解決しますように。夕方、先生が事務所に帰ってきた。私の心配は杞憂に終わり、先生の身に危険はなかったらしい。ズボンの裾が少し汚れていたのが目に入ったけど、とにかく犯人は逮捕されて、依頼は終了し、あとは報告書をまとめるだけだ。明日の昼過ぎまでに仕上げてしまいましょう。5月2日。自分に予知能力があるなんて考えたこともない。でも昨日の胸騒ぎはこれだったのかと思わずにはいられなかった。予定通り報告書を作っている時、熊野さんから電話がかかってきた。先生が対応してテレビをつけると、そこには信じられないものが映っていた。探偵 J ね。 何がマスコミの興味を引いたのかはわからないが、いや、振り返ってみれば話題を提供する出来事は数多くあるが、それにしてもこんなに露骨に、こんなに大々的に放送されるとは。唯一の救いは電話機を冷蔵庫に入れろと冗談を言う余裕が先生にあることだ。5月8日。やっと取材の申し込みがなくなり、営業再開した途端、依頼が舞い込んできた。それも誘拐された小野寺拓磨さんの身代金を受け渡す役目を先生に任せるという非常に重大な案件だ。私は取引場所である文学堂公園の下見を頼まれた。大変重要な任務で身が引き締まる思いだ。取りこぼしがないようにつぶさに観察しなくては。公園を見回っている途中で先生から電話がかかってきた。先生の方も順調に下準備ができているらしい。犯人を探すのは本来の目的ではないが、可能な限り相手の情報を得ておくべきだろう。それでも身近な人を疑わないといけないのは、清美さんは調査依頼書を記入している間もしきりに犯人よりも拓磨さんの安全を気にしていた。その姿勢はもちろん父親を心配してのことだと思うが、容疑者への懸念もあったのかもしれない。夜になり、やるべきことをすべてやり終えた先生が事務所に戻ってきた。明日の指示を聞いた後、唐突に名刺と鍵を渡された。名刺には関東テレビ報道局内野亜紀と書かれており、鍵はスクーターのもののようだった。あれ、スクーターだったっけ、バイク。何も聞き返さず受け取ったのは、想像するのが難しくなかったからだ。おそらくスクーターで先生の尾行でもして見つかった挙句、鍵を先生に取り上げられたのだろ
関東テレビの内野亜紀といえば、例のワイドショーのレポーターだ。まだ諦めずに取材を続けているのかしら。その根性に少し頭が下がる思いがする。でも人に迷惑をかけてまではね。鍵を奪った先生の方は大丈夫かと一瞬心配になった。でも先生のことだ。熊野さんに話を通しているだろう。5月9日とうとう身代金受け渡しの当日になった。私は先生より一足先に公園について辺りを観察した。今のところ何も異常はない。喫茶店で待機していると先生から連絡が入った。いよいよ先生も出発するらしい。それから取引時間直前にまた公園を見回った。その時先生の到着の知らせとともに不審者を見かけたという情報を受けた。すぐに黄色のミニバンを発見して様子を見張っていたら、なんてことでしょう。まさかマスコミの人たちがこんなところにまで押しかけてくるなんて。とにかく先生のおっしゃる通り、小野寺家の方々に説明しなくては。最悪の結果をもたらしたのに、理恵子さんたちは先生と私を責める言葉を口にしなかった。どんな罵詈雑言を浴びせられても仕方がないのにもかかわらず、こんなに気持ちのいい人たちが誘拐犯のはずはない。私は相手の態度に感心するとともにそう確信した。ようやくこれからのことを考えられるようになり、次の行動に移りかけた途端、熊野さんからとんでもない知らせを受けた。取引現場の映像がワイドショーで流されている。滅多なことでは起こらないと自負していたけれど、この時ばかりは腹渡が煮えくり返る思いだった。先生も怒り心頭の様子だったが、さすがに冷静になって SMC へ出発していった。後を任された私は理恵子さんと一緒に小野寺宅に残った。理恵子さんは大変な不幸に見舞われている状況に気丈に立ち向かっている。それどころか私にまで気遣って会話をしてくれた。少し世代が違うので、理恵子さんが女優として活躍していたのを私は残念ながら知らなかった。でも美しさはその時のままだろうと容易に推測できた。仕草の一つ一つに気品があふれている。そういうふうに私も年を重ねたいものだ。話のつなぎに最近ノートパソコンを買い替えたことが話題に上がった。早速見せてもらったらメールが届いている。犯人からの第二の脅迫状だった。震える手で携帯を取り出し、先生に連絡した後、みんなが戻ってくるまでの時間は永遠と思えるほど長かった。先生たちが駆けつけ説明している間に徐々に平静を取り戻すことができた。やはり先生を頼りにしているのだと改めて感じる。事務所から保管していた脅迫状を小野寺宅に持ってきたら、すでに警察が捜査を開始していた。先生と同様、熊野さんも大いに頼りになる。なるみさんが書斎と玄関の間を行ったり来たりしていた。見慣れない警察が家の中に入り込んで落ち着かないのかもしれない。先生が戻ってきた後、私は事務所に帰って情報収集に努めた。6時の SMC ニュースが放送された瞬間、
地上波のテレビ局はもちろん、ネットでも騒然とした雰囲気になった。ポータルサイトはトップで扱うし、有名な巨大掲示板はスレッドが立ち、コメント即座に1000件を超えた。先生は祭りという言葉が痛く気に入ったようだ。非日常的な空気に支配されているという感覚がぴったり来たのだろう。寄付金サイトの効果に先生や熊野さんは懐疑的だったが、私は必ず相当な額が集まると踏んでいる。5月10日、事務所に到着すると途端に入り口で待ち構えていた取材陣に取り囲まれてしまった。答えられるはずはないのにしつこく食い下がってくる。こういうふうに粘られたらつい話してしまうこともあるのだろう。またそれを狙ってくる節もある。でもその手に乗るわけにはいきませんからね。最後はだんまりを決め込んで事務所の中に突入した。関係者のところへ調査に行く先生を送り出した後、私は中津川さんのインタビュー記事を調べた。幸い記事を書いた記者の名前はすぐに分かった。しかしその人の名は本田哲弘。公文出版社が出す週刊スポットの編集者。おお、懐かしいね。政界をめぐる闇献金の事件で知り合った人だ。あの時も先生がいなくなったり偽物が出てきたり大変だったんだわ。望遠を探せを見てくれ。黒幕の政治家佐山翔平が逮捕されて、なんとか事件は解決したけど、危ない綱渡りの連続だった。でも本田さんの同僚で先生の依頼主だった鈴木悟さんが殺される前に願っていた佐山の不正を暴くということが叶ったのだから。当時何度か通った社屋の中へ私は足を踏み入れた。相変わらず中は雑然としていた。私という侵入者にも誰も気づかない。私は目的の人物に向かってためらうことなく歩みを進めた。本田さん、お久しぶりです。あ、君は神宮寺探偵事務所の御園陽子です。その節はお世話になりました。いやー、こちらこそ。おかげで鈴木の記事も発表できたし、お宅の所長さんには感謝してるよ。またお茶とかに誘われるよ、この人に会うと。で、今日はなんでここに？しかもまた不法侵入？こちらの出版社は出入りが自由すぎるので、少し注意した方がいいと思いますわ。ははは、君も言い返すようになったね。出会った時は警戒心丸出しだったけど。どう？これからお茶でも。やっぱり誘われた。ご遠慮しておきます。ジェー、身持ちが硬いのは相変わらずか。こちらに伺ったのはお聞きしたいことがあるからなんです。脚本家の中津川亮さんにインタビューしたことがありますよね。中津川亮、あの一人刑事の。あったあった、もう1年前になるかな。中津川さんはシナリオを執筆するとき秘密の場所で缶詰になるそうですが、その場所はどこかお聞きになりませんでした？そんなことを言ってたっけ。本田さんはうーんとうなった後、徐々に思い出してきたらしく勢いよく膝を叩いた。そうそう、聞いたな、そういう話。結構しつこく尋ねた覚えがあるぞ。記事には具体的な場所は載っていませんでしたが、結局聞き出せなかったんだったかな。ちょっと待って。
本田さんは自分のノートパソコンを操作し始めた。私はただ期待を込めて見守るしかなかった。しかし、ごめん、缶詰場所は絶対に秘密だと言われて聞き出せなかったみたいだ。そうですか。すみません、お時間を取らせて。これくらい何でもないよ。前の恩返しにはまだまだ足りない。ありがとうございます。そういえば、今話題沸騰中の探偵 J って神宮寺さんのことなんだろう。中津川さん、今回の事件に関係あるの？ご想像にお任せします。ははは、答えられないことを聞いちゃったね。もし俺の知り合いの記者が無茶しようとしたらやめておく、止めておくよ。それはありがたいです。ぜひお願いします。では私はこれで。うん、頑張ってね。私は本田さんに別れを告げて先生に調査結果を報告した。事務所に戻ってネットを巡ると寄付金が1000万を超えているのが分かった。これからきっと爆発的に増えることだろう。そろそろ先生が帰ってくる頃だと思った途端、表が騒がしくなった。その後すぐに先生が不機嫌そうに事務所に入ってきた。直樹さんが逃げてしまったのはとても残念だけど、調査が発展する望みが出てきた。今日は早く休むとしよう。明日は長時間のドライブを楽しむことになりそうだから。5月11日。先生の計画通りマスコミを巻くことに成功して、私は一個連隊を引き連れたまま東名高速に乗った。途中から空撮のヘリコプターも現れ、さながらハリウッドのスターにでもなった気分だ。それともみんなに追われる凶悪犯かしら。名古屋まで行き着いたので先生にお土産を買って引き返すことにした。途中先生から電話がかかってきて、7時には事務所に戻れると受け負った。ところが事故渋滞に巻き込まれて到着が8時半になってしまった。さぞ先生は待ちくたびれているだろうと思ったが、どうやらお酒が楽しめるところに寄っていたらしい。あまり知らない場所には行けない状況なので、バー霞かもしれない。ここのところ神経を張り詰めてばかりだったので、たまには息抜きも必要でしょう。しかし心ゆくまで楽しめなかったようだった。その原因は、たくまさんに恨みがあると話したという鈴木誠一さん。先生も納得いっていない様子だったが、私も同じ気持ちだ。長年苦楽を共にした仲間をそれほどまでに恨むなんて、私には考えられないことだ。5月12日。先生は昨日芽生えた疑念を調べるために関係者に話を聞きに行ったので、私が代わりに SMC 元社員の方々を訪ねることになった。事務所に引きこもってばかりいるより、たまには外に出ての調査もいいかなと思う。それが実りあるものだともっといいのだけれど、でも残念ながら成果を上げることはできなかった。成果が上がったら上がったで疑わなければいけないのだから、それも心苦しい。探偵事務所にいるとその辺のバランスを取るのが難しいわね。先生と一緒にヨドバシ署に行ったら、熊野さんが熱烈歓迎してくれた。熱烈と親子ほど年齢が違うのに、お二人は無二の親友なんだと改めて感じる。先生は関係者の話を聞いて、
ますます鈴木さんの動機に疑いを強めたらしい。明日、ぜひとも先生が直接お話を聞けたらいいのだけれど。5月13日。先生が出かけた後、祈るような気持ちで報告書を作っていたが、険しい顔つきで戻ってきたのを見て、無理だったのだと分かってしまった。しかも、今日で身代金が3億円に達するはず。重苦しい雰囲気のまま、SMC のスタジオに向かった。途中、マスコミの人たちにも、もみくちゃにされたのも気分が沈むのに拍車がかかる。しかし、SMC ニュースは感動のうちに終わりを迎えた。これで犯人が連絡してきて、取引が成功し、たくまさんが無事に帰ってきたら言うことはない。誰が犯人かは問題だけれども、やはり私は鈴木さんが犯人だとは思いたくなかった。もし犯人だとしても、今の SMC を見て許してほしかった。許して、たくまさんをそのまま解放してほしかった。私の何気ない一言で先生にひらめいていただけるとは、先生の推理に今度は私も合点がいった。今回の犯人の抱いた真の動機。自分の犠牲は顧みず、人々の幸せだけを願った動機。5月14日。たくまさんが無事に発見され、先生はヨドバシ署、警察病院と回ったようだ。それから鈴木さんの元にも行ったらしい。事務所に帰ってきた先生は大事そうにそれで行って、苦しそうに胸を押さえていた。5月16日。小野寺宅へ行ってくると一言だけ残して先生は事務所を後にした。そしてその夜、鈴木さんが亡くなったことを知らされた。最後まで、たくまさんを恨んでの犯行だと主張したそうだ。本当の鈴木さんの思いは明らかにできない。もちろん、報告書にも事件のファイルにも書き留められない。ただ、事情を知っている者の心にだけ残されていくのだろう。まだパスワードでね、見れるお話がありますので、また入力していきます。B、S、A、U、OK。熊野の日記。5月1日。このところをずっと追っていた天野をついに逮捕できるまでにこぎつけた。事件が発生したのは管轄外だが、次第に規模が大きくなり、ヨドバシ署も捜査に加わることになったのだ。事件が発生したと書いたが、当初は事件とは認識されておらず、ただの事故として処理されていた。しかし神宮寺君が調査を進めるうちに、事故に見せかけた偽装殺人事件だと判明した。神宮寺君は家出した子犬を探す依頼を受けて、この事件に行き当たったと言っておったが、毎度毎度妙な縁で騒動に巻き込まれる男じゃ。神宮寺君に事件が引き寄せられるのか、それとも自ら飛び込んでいってるのかはわからんが、何はともあれ、憎き真犯人を追い詰めることができたのだ。おー、行幸か。行幸と言うべきじゃろう。開示で出てくる感じだよね、これね。ふむ、そろそろ天野が降りてくる頃だの。無事に天野を捕まえることができた。少々のトラブルはあったが、少々のトラブル。正直に言ってしまおう。
エレベーターの前で待ち構えていたのに、天野に抵抗されて逃げられてしまったのだ。しかし、ビルの入り口近くにいた神宮寺区の起点で天野を取り押さえられた。今回は本当に最後の最後まで神宮寺区の世話になった。所轄が違うとはいえ、最初に事件が発生した時、偽装を見抜けなかったのは初動捜査が悪かったせいで、警察の責任だ。そして、今日もまた、大いに反省しなくてはの。それにしても、神宮寺君は、刑事総監賞並みの活躍だ。感謝状を送ると言っても、本人は誇示するに違いないが、この働きぶりは、一部の人間にしか知られないだろう。誠に残念なことじゃ。いや、一部の人間だけが知ることでできる特権を得られたら、それでいいか。5月2日。ところが、その特権を手放さなければならなくなった。どこから嗅ぎつけたのか、神宮寺君が偽装殺人事件の調査に関わっていると、関東テレビのワイドショーで放送されてしまったのだ。昼時、たまたま会議室でテレビを見ていたわしは慌てて、神宮寺君の事務所に電話を入れた。知らせを受けた神宮寺君も非常に驚いている様子だった。一応の気休めを言っておいたが、今後、多大な迷惑がかかることは間違いない。その証拠に、それから再び、事務所に電話をしたら通じなくなっておった。神宮寺君の携帯連絡を取り、話を聞いたところ、事務所の電話機は冷蔵庫に秘書に行ってしまったそうだ。5月8日。過激な報道を慎むようにテレビ局に申し入れたり、事務所に侵入しようとした雑誌記者に警告を発したり、後手後手ながら保護体制を取ったおかげで神宮寺君の周りもようやく静かになったようだと思った途端、まだしつこく神宮寺君を追いかけ回す輩がいたらしい。関東テレビリアルニュースのレポーター内野秋、テレビ局に注意した時、報道の自由だとかなんとか言って激しく抵抗したうちの一人だ。喧嘩両成敗というわけで、スクーターの鍵を取ったという神宮寺君の反撃はうまくこうと知って厳しく説教しておいた。ディレクターの森という男は平身抵当で謝っていたが、うちのは不服そうな表情だった。さらに一波乱ありそうな予感がする。それに何やら神宮寺君も新たな調査に取り掛かっておるようだしの。5月9日。またもやリアルニュースで神宮寺君のことを流されてしまった。しかもことあろうに何かの取引を神宮寺君が失敗するという内容だった。再び泡を送って神宮寺君の携帯に連絡を取ったところ、かなり意気消沈した様子だった。電話越しの雰囲気から出先らしいこともあって、詳しい話は聞き出せないでおいた。しかし、また、厄介なことに巻き込まれておらねばいいが。そして、その心配は現実のものとなった。今回、神宮寺君が関わっている調査は、ケーブルテレビ局社長が誘拐された事件だというのだ。さっきの取引は身代金の受け渡しで、その失敗後犯人の新たな要求があり、 SMC ニュースで放送することになったので、警察に連絡したそうだ。どうしてこうも神宮寺君絡みの事件は奇妙なものが多いんじゃ。不思議があっても仕方がないので、神宮寺君の考えも参考に早速捜査を開始した。1万5000人の SMC 会員を調べるように服部に申し付けたら、丸い目をますます丸くしておったが、その他
テレビ局の垂れ込みの件も頼んでおいて、わしは漫画喫茶へと出向いた。そこでは大いに収穫があった。犯人と思うしき年配の男が防犯カメラに映っておったのだ。いち早く神宮寺君に知らせたくて、ニュース放送後に電話をかけてしもうた。それから事務所を訪れて捜査の資料を渡した。知らせられるギリギリの範囲、いや少し超えてしまっておるかもういつも通りだから大丈夫だよまあ神宮寺君は当事者だし、警察の功労者なので大丈夫じゃろう。それにしても陽子君のハイテクぶりには驚いた。ハイテク今回今時の若者なら普通なのかもしれんが、しかし世の中は進んでおるの。一昔前まではインターネットというものが普及するなど夢にも思わなかったし、ましてそこで寄付金を募るとは。5月10日、今日は朝から SMC で捜査だ。やはりニュースの反響はすごかったらしく、電話が鳴りっぱなしだった。漫画喫茶に現れた男について聞いて回ったが、それで時間を割いてしまうのが気の毒なほどだ。しかも成果は全くなかった。あえて成果があったと主張するなら、誰も心当たりがないことが分かったということしかない。小野寺家の面々も心当たりがなさそうだとの連絡を受けた。ふう、なかなかうまくいかんな。でもまあ捜査なんてものはいつもこうだ。さすがに神宮寺君も中津川亮と小野寺直樹の行方はつかめていないらしい。早々に見つけ出されてはこっちの立場がないからの。昨日に続いて漫画喫茶の周辺にやってきた。この辺りにいるホームレスが漫画喫茶からメールを送るという奇妙な依頼を受けていないか調べるためだ。ちょっと尋ねるがの。何か用か。この人見たことあるね。昨日そこの漫画喫茶からメールを送ってくれと誰かに頼まれなかったじゃろうか。なんだいそりゃ。そんな変なこと頼まれた覚えはないよ。死体のね、真似をしてっていう依頼は受けたことあるけどねそうか、そうじゃろうな。仲間でそういうことを頼まれたという話は聞いておらんか。いや、ないね。第一そんなことがあったら今頃その話題で持ちきりさ。話題にはなっておらんわけだな。当然だよ。もう話はいいか。おお、すまんかった、ありがとう。いや別に。やはりこっちも難しいの。それからあちこちのホームレスたちに聞き回ったが、めぼしい話は出てこなかった。深いため息をついたその時、神宮寺君から電話がかかってきて、小野寺直樹が見つかりそうだと知らされた。ただし行方が完全にわかるまで捜査本部に黙っていてほしいという。やれやれ、神宮寺君も無茶を頼む。だが神宮寺君が考えなしにこんなことを願い出るはずはない。わしは二つ返事で受け負った。内心ヒヤヒヤものだったが、しかし全身が冷えるどころか心臓が凍りつくような知らせが神宮寺君からもたらされた。直樹と接触したが逃げられたというものだ。ただ望みの綱としては、直樹が神宮寺君に託したというメモの存在がある。果たしてこれが吉と出るか。ヨドバシの駐車場を貸す代わりに毎日報告の義務を課したのはちょっとした異種返しじゃ。5月11日、
今日は一日本部に詰めて連絡係を務めなくてはならない。退屈を極めていたところへ、中津川が SMC に現れたという連絡が入った。やりおったな、神宮寺くん。ほっとした反面、本音を話すと少し悔しい思いもあった。警察の方にはまだ全然収穫がないからの。そしてその状態が続いたまま、SMC ニュースの時間になり、神宮寺くんも署に現れた。神宮寺くんは中津川発見を上行く情報を持ち込んできた。小野寺拓磨に恨みを抱く鈴木誠一という男、末期の癌で余命いくばくもない男、神宮寺くんにそんな状態でそれでも人を恨めるのかと聞かれた時、訳知り顔で答えてしまったが、本心はわからないという気持ちでいっぱいだった。神宮寺くんより長く生きているので経験上そういう事例を多く見てきただけだ。本当の気持ちはやはり当人になってみないとわからんのじゃ。5月12日、宿直明けで目覚めると小野寺家に直樹が帰ってきたという報告を受けた。まあ神宮寺君に任せておいたのだが、またしても彼の手柄だ。もうちょっと現場はしっかりしてほしいの。それから神宮寺君の話に出た鈴木の主治医を訪ねに行った。鈴木の深刻な病状を聞かされた後、共犯者になり得るか探りを入れたが、その片鱗は伺えなかった。初めて動機が十分な容疑者に出会えたのに実行力が伴わない。もどかしい気分のままでいたら、神宮寺君が陽子君と共に署にやってきた。つい必要以上に歓迎の意を表してしまった。決して寂しかったからじゃないぞ。予想はしていたが、 SMC ニュースを見て明日にも身代金が達成しそうだと実感した。いよいよ猶予期間が切られるのか、それともまだこの状態は続くのか。神宮寺君の方も鈴木という容疑者が浮かび上がってから苦悩の度合いが増したようだ。神宮寺君は鈴木の動機についても納得していないらしい。もともと険しい顔つきをさらに険しくさせて、明日鈴木に話を聞きに行くと決心しておった。5月13日、身代金が山場ということで本部に詰めておかなければならない。外から報告が上がってくるのを聞くばかりだ。そんな中、神宮寺君から鈴木が面会者ですだという知らせを受けた。容疑が固まる方が早いか、鈴木の命の火が消える方が早いか、まさにデッドヒートだ。運命の SMC ニュースが放送されたが、犯人に動きはない。こちらは待つばかりで、じりじりとして翌朝を迎えた。そして、とうとう。5月14日。さびれた倉庫街で拓磨が発見された。監禁されていたコンテナの扉を破り脱出したという。第一の目的は向こうから転がり込んできたが、警察の仕事は山ほど残っている。もちろん最大の関心事は犯人の行方だ。犯人は本当に鈴木なのか、また別に犯人がいるのか。署を訪れた神宮寺君の様子が少し気になったが、警察は捜査に邁進しなければならない。5月16日、息巻いたものの何も進展がないまま2日経ってしまった。小野寺家の人々は捜査に協力してくれてはいるが、
あまり気が進まないらしく、早く事件を忘れたがっている。SMC の社員たちは浮き足立って質問にも上の空だ。そんな折、神宮寺君が一通の手紙を携えてわしを訪ねてきた。その手紙は、今回の誘拐犯、鈴木誠一の告白状だった。鈴木の自白とその死によって事件は結末を迎えた。しかし、本当に鈴木が一人で起こしたことなのか、疑問が残っていないといえば嘘になる。ただ、あの手紙にはどこか鬼気迫る必死なものが感じられた。そう、文字通り、必死なものだ。わしはその意を汲んで、追求するのをやめておいた。神宮寺君もそれを望んでいるようだった。